はい、本日はですね、大人気企画の爆買いシリーズというのをね、やっていきたいなと思います。この時期が来たらいよいよ冬が来たなという感じはするんですけどもね、今日もお邪魔するのは去年もお邪魔したところ、そう、こちらズドンレアトレアというお店にね、お邪魔したいなと思います。これ見てみ、この入り口のところには可愛い子供服もあるからな。可愛いね。すいません、お邪魔します。ずらっともう並んでるわ。あっち奥、ね、カナダグースやろ。うん。でこれティラックって俺前買ったやん、あれ覚えてる、はい、黒のやつ、うん、あー買ってたね。そうで見て、サウナボーイやって、へえ。これって開けてもいいですか。可愛いらしい。可愛いね。これサウナガールやん。あ、わしやんじゃ。うん。あ、ボーイもあるわ、ほら。ほんとだ。これなんぼやと思う。6000円ぐらい。4000円やね。へえ。安いよな。で、ナンガのグッズとかね。あー、それ高そうね。うん。パンツとかね。うんうん、みじんここノースウェストパタゴニアずらっとあるやん。見てるとあったかいね。うん。レトロ X とかめっちゃあるやん。ほら。本当だ。あ、それ持ってるやつじゃん。うん。今年のやつやな、もう。うんうん。テントの絵が描いてあるね。これ今年バージョンやろな。へえ。裏肝やし。こっちが。まだほんまだからこれちょうど新作入りまくってんねん。ぶわーっと。すごいね。フーディーもあるしね。マウンテンライトもずらっとあるやん。前職？ごめん、たっくん全然映してなかった。ここがノースですか。へえ。俺な、今日はな、デナリーをな、買おうかなと思ってんねん。あ、デナリー？うん、これ上あるやん。色迷っててん、すいません。これデナリー着てみてもいいですか。はい、もちろんです。デナリージャケットとフーディーあるんですけど、どっちの方が僕いいと思います。ジャケットで。ジャケットで、はい、お願いします。お色味、僕ね、これどっちかかなと思ってるんですけど、どっちの方がいいですか、女性目線で。個人的にはニュートップですかね。あ、そうなんや。ほんならニュートップから来てみます。はい。前、南歩いてる時にばったり会って、うんうん、遭遇しました。全然動画も撮ってへんかったけど、辰蔵さんって言われて。ヨメゾンさんも一緒に。そう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 。ノースフェイスサイズ L ですよね。 L ですね。よく知ってくれてる。動画も見てくれてる。ありがとうございます。そのお名前は何て言うんですか。すいません、渡辺です。渡辺さん。キューちゃんって呼ばれてます。キューちゃん？なんでキューちゃん？お客さんがつけてくれました。え、なんで渡辺からキューちゃんになったんやろ。おばきゅう。なんでおばきゅうなんですか。謎すぎる。ただ特殊部でやからですかね。あ、顔が似てるからってことですかね。あまり詳しくは聞いてないです。マスクしてるからわからんけど。うん、確かに。あ、どう色味。俺ちょっとゴスなったんかな。 L でもちょっと、うん、ちっちゃい。なんかちっちゃく見える、すごく。俺多分デブなってやな。 XL ちょっとでかいかも。あ、そうなんだ。サイズ感やったら XL で、なんかジャストに着たいんだったら L かなっていう感じですね。ちょっと横にな、うん、ただでかいなっただけで長さとかも変わってない感じする。あ、そう。でもどうやろう、一周してもらっていいですか。そっか。どう、私は分からん。え、分かんない。L でいいんじゃん、こんな。すいません、じゃあ L でお願いします。ありがとうございます。それとパンツですね。デナリパンツ。デナリパンツもな、紹介してくださいって言われててさ、あったね、よく。そうそう、パンツは L かな、 M かな、なんだろうね。はい、男性スタッフが試着した感じ、うん、ちょっとちっちゃめだったんで。あ、ちっちゃかった。 M は無理かもしれない。あ、無理。あ、さすが。長さも足りんっぽかったし、な、L か。履いてみたら後で。そうやね、ほな後でこれ履こうか。うん、多分おそらく L やと思う。 L のまた黒いいですか。失礼いたしました。ご丁寧な対応して。ありがとうございます。これでデナリの上下でしょ。ほんで次はロンティーとかがあるんですけど、うん、もうでも言うてる間にも寒なるしな。そうだね。ねえ、あ、これ俺ら着てるやつやん。もうやっぱ白と黒がない。あ、本当だ。グレーとネイビー。うん、めちゃくちゃ今揃ってるやん。ね、すごいね。てかこっちのこういうさ、うん、これかわいい、こういうの。パーカー。パーカー、私そういうのすごい好き。これは何ですか。こちらのバッグは、パタゴニアのデザイナーと、はい、ゴーラックのデザイナーさんが共同で立ち上げたブランドなんですけど、まだ2017なんで、9年目ぐらいのブランドになって。あ、ブラックエンバーとかもそれぐらい。ブラックエンバーはちょっと取り扱えないので正直わからないんですけど、同じぐらいですかね。あ、
ブラックエンバーってノースフェイスのカバンのデザイナーの人で、これがパタゴニアやねんて。へえ。これも防水で。防水まではいってない、撥水。あ、へえ。そうなんや。ヒットバッグとかも出てます。ああ、こんな感じの。30リッターぐらいあるんですか、これは。これ28です、うん、あ、結構容量あるんですね。ありますね。そうか。あ、エバーエバーグッズっていう。エバーグッズ。水、雨とかちょっと厳しい。多少やったらいける。多少は全然行きますね。へえ。そっちの方は？こっちの方はまた違うブランドになってるんですけど。それでも止水ジップ使ってますかね。そうです。こっちも一応ジップはそうなんですけど。あ、これ止水なんですか。はい。へえ。これのタイプの止水見たことないな。新しい止水なんやろな。へえ。さすが。もっとか。なんだなんだ。どうしたの？店長がやらかしてね、奥で。え、じゃあこれも一応撥水とかできるぐらい。そうですね。ブラックエンバーと同じレベルぐらい。いや、ブラックエンバー分からんって言ってるな。止水とかやからこういう隙間から入ってこへんね。もう一般的なやつ。あ、パソコン入れるとこもあるわ。そこにじゃあ iPad 入れてか。うんうんうん。でこれ両方とも、はい、はい。あの、喋ってなかったな。朝一の声やだな。これ両方とも水厳しい。こっちの方が素材がちょっとナイロンでも違うので、うん、まあ、こっちの方が止水ジップは完全に使ってるんで強いかなって感じ。え、こっちの方が強いですか、雨。そうですね、プラスチックナイロンなので。あ、へえ、はい、そうなんや。なるほど、わかりました。ありがとうございます。いやいや、また次読んだ時には声が絡んでると思うけど。これどう、この感じやったら。いいね、かわいい。しかもジップとかもでかいから開けやすいちゃう、うん、確かに。これはなんていうとこでしたっけ。これはディフィーバッグ。ディフィー。ディフィー。ディフィーというブランドなんですよね。はい。ちょっと一回キューちゃん背負ってもらっていいですか。はい、どんな感じなのな、女の人が背負ったら。まあ、デイパックぐらいの大きさなんですね。そうですね。あー、使いやすそうやな。これ値段何もなんですか、これで。49,800円。あ、へえ、やっぱ防水が結構ええ値段はするわ。するんですね。ハンドメイドですね。あ、へえ、手作り。はい、一個一個。そっちがシカゴで、あっちがシアトルですね。さすが店長。詳しい。コップの、コップと間違えました。あ、そうかそうかそうか。え、これどこでしたっけ。シカゴです。シカゴ、シカゴいいんじゃん。ディフィー。ディフィーバッグ。ディフィーバッグ。どうですか。あ、いい感じしちゃう。じゃあこれもお願いします。ありがとうございます。もう金属ブース見て。めっちゃあるね。あ、すごい懐かしいよね、これ買ったよね。もう1年も前って思わんけど。確かに。でしょ、これあのカナダグースは、はい、去年僕ジャスパー買ったんかな。あ、ありがとうございます。買わせてもらったと思うんですけど、他ってなんかいろいろ入ってるんですか、買ったとか。え、じゃあそれが今年バージョンなんですか、新しいモデル。そうです。なんかアウトドアっぽいね。うん、ノースのアームストロングパーカー。強そうな名前。ね、アームついてるからなんか。カナダグースといえばこのイメージ。うん、この生地にね、このちょっと分厚いというか。あ、これも新しいやつなんですか。あ、へえ。結構アウトドアメーカーとかでもこういう感じのナイロン使ってるの多いですもんね。多いですね。うん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 。あ、これすごいわ。場所によって生地ちゃうわ。これ肘のとこかな、うん、実はこれ同じ意味あるかもしれないけど、触ってみて。カメラ越しだとね、分かるよ。分かる、強度あるタイプ使ってて、うん、でここは普通のナイロン、まあ、リップストップナイロンやけどな、言うたって。全然違う。そんなも考えてんやろな。これもともとのなんかカナダグース、こっちのイメージやな、うん、ちょっと、まあ、柔らかいけど、うんうんうん、こういう感じのシャリ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 がマットな感じで、これ普通の柔らかい感じな、ダウンって感じだね。わあ、すごいな。確かに着心地ちょっと違うわ。へー、ふわふわそうだもんね、うん、柔らかそう。柔らかい柔らかい。こうカナダグースの硬い感じはないな。うんうん。あー、ちょっと綺麗めやんな。しかもちょっと長く感じるね。だからそういう長い着丈のやつやねん。そうか。あとはこのミリタリーですよね。
これめちゃくちゃええからね。へえ。まあ俺も持ってるから買わへんけどな、うん、けどめちゃくちゃいいこれ。はいはいはい。もう洗えるし、うんうん、であったかいしみたいな。若干違うやつですか？そうですね、一応あのミリタリーでもちょっとアメリカ軍とか、あ、はい、スウェーデン軍とか、あ、イギリス軍とか混じってて。え、ほんなんこれ軍、各世界の軍がここにあるって感じなんですか？ティラックがあったり、ね、チェコでしたっけ？チェコです。チェコにアメリカに、イギリス、イギリス、これはスウェーデンですね。あ、スウェーデン。あ、これ S なんですね。へえ、なんかこう見える、かっこいい。まあ、確かにかっこいいな、これ。うん、かっこいい。こっち向いてもらっていいですか？これ若干でも確かに短いね。と手が短いか、うん、僕やったら M ぐらいですかね。 M やったらちょっとでかすぎる。あ、ない、ね、残念。ミリタリー店長に一回ちょっとあの来てもらう、確かに見たいかも、うん、めちゃくちゃかっこいいやん、うん、やっぱ。いやでもちょうど、ちょうどちゃいます、サイズ的に。ここだけチュッて絞ったらいいみたいな。あー、ちょっとタックン邪魔。あ、そうか、かっこいい。まあ、その時代でもこう、手に入るものでもないんで。あ、そうか、ちょっと希少性もある。そうか、そうか、まあ、軍物ってそうですもんね、はい、そのタイミングとかによったら。そうですね、特に新品なんかなおさらね、はい、ありがとうございます。僕ちょっと似合わんかったんでやめときますテンションの方が似合ったらやめといた方がいいからねすごいかっこいい、うん、人が違うのをあの似合ってたらちょっと僕はやめとくわそれはね。キュウちゃん、あとあれなんですよ、キャンプ最近やってるんですけど、キャンプやってる時、そうか、動画見てくれてるのか。そうだ、普通にレアトリア来る前から知ってたんですか？見てくれてた？知ってました。へえ、レアトリア来る前から、うん、はい、あ、そうなんや。すごい、キラッとおっしゃってたんですけど、はい、スブっていうブランドとナンガっていうブランドがコラボして、うん、あの焚き火ダウンってことなんですか？はい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 。でこちらは焚き火ダウンの生地が使われているので、うん、キノコとかに強いのでキャンプとかにめちゃめちゃおすすめです。さすがやな、視聴者さんやな、よく分かってくれてるめっちゃクッション柔らかいで、多分世界一柔らかいって言っても過言じゃない。あ、柔らか、これお家で履きたい。なのでここの中の生地感とかも結構あったためで、うん、クッション性もあって裏肝されてる感じでね。そうです。こんな家で履くんやったらオーロラでいいかもしれないですね。そうですね。でキャンプとか行かれるんだったらこの焚き火のおすすめですね。うわー、いいの紹介してもらったな。女子キャンパーってまたいいっすね。ほんで、あ、本当ですか、ありがとうございます。うれしい。うわ、ふかふか、めっちゃ気持ちいいですよね。これ裸足で履いたらやばいで、うん、そう、ふかふか。でもサイズはちょっとちっちゃいな、ほらほら出ちゃってるね。じゃあ3のサイズご用意します。はい、すいません。どうする？え、家履き？外履き？好きにしたら、俺家にしたいなと思って。じゃあ家だったら、で、キャンプでも使えたらいいかなみたいな、うん、拭いてってこと、うん、一回使ってみて、微妙やったらもう家でしか履かないし、うん、てか何の違いが何が何だか分かんなかった。こっちはその火のことか OK ってことでしょ？そう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 、こっち火とか大丈夫で、こっちは逆に水とか。あ、じゃあそっちにするわ、私。水の方がいい、うん、水に強い方がいい、うん、ほんならじゃあ水の妖精さんで、俺火にしようかな火の妖精になる？うん、火の妖精になって。この火の妖精はこれだけですか？色 1,2,3 こちらにあるのが、あ、これも火の妖精ですね。火の妖精、火の妖精めちゃくちゃあるじゃん。うん、ここが、うん、水の妖精さすが乗りかかってくれる。ちょっとツルツルしてるやつがオーロラで、うん、ちょっとザラザラしてるやつがシャキシャキ。へー、そうなんや。ほんならじゃあプレゼントお願いします。すいません、あ、帰ってきた。あ、はい、どうぞ。しかも入れ物も可愛いな、ほんで。可愛いです。あ、ここにあるやつか。そうです。全然気づかなかったな。キャンプ行かれる時もカバンにこのまま入れてもらったら。わー、でもめっちゃあったかいわ。これ買うんで裸足で履いていいですか？もちろんです。じゃないとさ、足臭いのさこれで買わへんかった。いや、うわ、やば、めちゃめちゃ気持ちいいです。やばやばい、これやばいで。ちょ、やってみいいか。勝手に足ちっちゃいかなと思って、22か 23.5 でご用意したんですけど。あ、23.5だと思います。さすがリスナーさん。おおお、なんだこれ。めっちゃ気持ちいい。やばいやろ、やばい。全部これ絨毯、これにしたい。かわいい。よかったね。うん、そんなもんすかね。あとさっきおっしゃられてた、はいはい、あ、そうやそうや、パンツか。パンツだけじゃあ最後履きます。 L でお願いします。はい、はい、今日なんかもう冬見えないからいっかこれって XL あります？あります。 XL の方がいいかな。
何着てたか覚えてないです。でもいつも黒と白みたいな感じだから XL で、 XL で、はい、また履いてる様子はレビューするんで。あ、わかりました、はい、お楽しみにしたから。もう XL がちょうどよかった。私は私でなりないけど、君サブチャンネル更新しゃんと。そうだった、もうずっとしてないから。キュウちゃん的おすすめはそんな感じですかね。うんな、あのモックと、モックと、あと、うん、あ、またあってんや。あ、全然全然。このドンマスターっていうブランドのスイートパンツもおすすめですね、はいはいはい、グラミチみたいな。さすがグラミチの、立ち上げした方がやられてるブランドを。へー、なのでちょっとグラミチっぽい要素もありつつ、うん、スウェットパンツなどで結構そのキャンプとか、うん、まあ、オフィスとかで楽な感じで履けるのでおすすめです、ね。オフィス、まあ、実はさっき店長に聞いてるな、グラミチって若干。そうなんですか。これグラミチのって言ったら、へーって言ってたんやけど。あ、知ってた知識を言ったのね今。うん、やけど今店長にそこで聞かれてるからさ、知ったかしやがってね。恥ずかしいからさ言っちゃった。ちょっとスウェットはどうかな、でなり履くからな。確かに。せっかくおすすめしてくれたんですけどありがとうございます。店長。はい。はい。なんかあとおすすめありますか。今最後キュウちゃんに2つは聞いたんですけど。はい、このおすすめを聞かな出てこうへんという押し売り感のない感じが聞いたらようやく教えてくれるっていう。普通は大体期間でも言われてるんだけどな、これいいですこれいいですって言われて待ってくれるっていう。あ、すみません、ありがとうございます。この PG っていう、はい、PG、はい、まあ、靴のブランドなんですけど、で、まあ、一番の売りはこのダイヤ。ああ、履いてくね。スニーカーでもありますもんね今ね。そうですね、このおしゃれ靴でこんなやつあるんだね、うん、スニーカーって言うじゃん。あ、ほんまやな。へえ、本当にスニーカーと革靴のいいところをよく見たりする。すごいすごい、これコナン君みたいな。わかる？レインボーのこれ回してさ、ウィーンってやってられるやん。キック力なんか、そう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 、強襲みたいな。そう、だいたい映画バージョンしか出てこへんけどな。通常バージョンではないんやけど。これでも店長は合いそうやんな。これですね、ちょっとサンプルなんで。あ、やっぱ店長履いてんねや。一回でも履いたらちょっとやみつきになる。あ、ほんなん一回履いてみていいですか。値段もそんな高ないんや。しかも19,800円。さっきのキュウちゃんで店長といい靴を勧められる。確かにこの顔じゃないんやで多分。そんなでも変じゃないけどね。ほんま？なんかな、なんかな、違う？うん、履きこなせてないな俺は。ん？これ時計回りでしまっていくやん。うん。逆にこっちに回すやん。うん。もうこれで。へえ、はい。私さ、インスタでさいつも見てるじゃん。ああ、店長。そう、だからなんかさ、もっといかついのかなと思ったから、うん、さっきさそこでしゃべってるの見てさ、あれ写真の人だと思って、インスタの人だと思って。ニコニコしてるよな。そう、なんかインスタだとさ、そのいかつい顔じゃん。確かに笑ってないな。そう、だからいかつい人だと思ってたの、うん、なんか一致しなくてさ、うん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 、すごい優しい雰囲気の人なんだね。うわぁ、かっこいい。そりゃかっこええわ。へぇ、だってこの色の合わせって多分基本難しいはずやねんけどな。なんて言ったら今、ノースフェイス的に言うとニュートープにさ、うん、まあ、ブラウン系ケルプタみたいな感じの色の合わせって絶対むずいやん、うんうん、それきっちりハマってるやんか。でご自身もやっぱり好きなんですか、そういうミリタリーな感じが。やっぱりミリタリーですね。あ、やっぱそうですよね。なんかちょっとお客さんから軍人とも言われるんですけど、あんまりなんか行き過ぎるのも嫌なんですけど。ヒゲも今マスクやから分からんけど、うん、結構ヒゲありはるから、インスタでもよう出てはるけど、うん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 、確かに軍人感あるかもしれない。あ、そうか。ほんなじゃあそんな感じで行きますか。でそれぐらいですかね今んとこは。そうですね。やばいやつね。あ、店長聞きに行ってたわ。店長、キュウちゃん聞いて、どっちが店長か分からへん。あとなんかある。あ、これ、これそうなんや。これ普通に置き、かごかなと思ったら、これも、これも色違いってん。あ、そうなんだ。てっきりさ、本当だ本当だ、モックシューズ入れるためだけのかごやと思ってたよな。かごとして見てた。あ、これリュック、はい、あ、そういうこと、うん、手持ちにもなるし、リュックにもなる。素晴らしいですね。店長さんが往診するときに持ってる方、はいはいはい、会計をデザインソースにして作られた。こんなさ、かばって、これ、おー、すごい。こう開くね。え、すごい。だから、さっきのカゴみたいなの取ってん。あ、キャンプの時いいね。で、こう閉まるときは、こう閉まる、ね。
さっき言ってたお医者さんのめちゃくちゃいいじゃん。なんか立ててしまったりするのにめちゃくちゃいいですね。なんかしかもここ硬いね、ワイヤー入ってるから。あ、すごいね。ダッフルバッグでこういう感じでしたね。確かに、はい、これあの革とかやったらありそうですもんね、はい、クラシックな感じで。あ、ここからも切れるんだ。締めてる時に、うん、あ、そうかそうか、うん、こう締めてる状態の時やったらこっち側からアクセスできますよと。ショルダーがここ出してもらってつけてもらってる。ショルダーにはならない。なるほどなるほど。ってなると70まで大きいともしかしたら重たいかもしれないですよ、うん、結構40ぐらいかな、うん、これってこと。うん、そうだね。これがでなおさらキャンプで使えたら黄色やろ。そうだね、黄色の方が可愛いね。目立たんとあかんから。なるほどなるほど。サンプルでもやることあ、なるほど。どうするこの40だけ予約しとく。うん、任せるよ。40の黄色をじゃあ予約させてください。ありがとうございます。はい、すいません、お願いします。いや、実はね、うん、今日撮るってなってね、まあ店長はさ、うん、それ別に普通に顔を出してもらえるけどさ、うん、キューちゃんがさ、うん、顔を出すかどうかをもういろいろ考えたわけよ。あ、そうなんだ。そうやん、女子やねんからさ。そうかそうか、顔を出すで、君だって映ってないねんから、うん、ここではみんな今顔見てるから知ってるけど、うん、この映像越しの皆さんは知らんわけやからさ、うん、それ女子って顔出すの嫌やん。まあまあ確かに。だけどさ、うん、ちょっとでもさ、力になるんやったらってことで。ありがとうございます。本当に毎回も直すよ。だいぶだいぶ直したけど走ってもらったからさ。確かに往復してもらったからね。そうそうそう。お待たせいたしました、はい、以上で12万7380円。はい、1万円といいんけど、ね、めちゃくちゃコスパいいやん。あの駅の近い、はい、めっちゃ、めちゃくちゃ近いと思います多分。僕結構行くんですよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ行ってるよね。うん、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。うどんありがとうございます。募集はキューちゃんされてるみたいなんで、もしよければね、この愛嬌あって可愛らしいキューちゃんと一回会ってみたいなっていう方はぜひ足を運んでみてください。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、無事買えましたよ。よかったね。こっからね、最後うどん行って終わりたいなと思うので、はい、ではうどん屋の映像へどうぞ。はい、ということでね、うどん食べてきました。半年前に来た時と全く同じメニュー君頼んでたね、無意識のうちに。いくらに釣られるように。うん、びっくりしちゃった。気づかんかった。うん、全然気づかなかった。いや、うまかったよね。うまかったね。10月だけどやっぱ冷たいうどんとあったかいさ、丼がまた良かったよね。じゃあ買い物もしたし、お腹もいっぱいになったし、あとは家帰ってちょっと今日はゆっくりしましょうか。そうですね。はい、ということで、今日はですね、買い物をしてみたという動画になってます。そんなタイトルやったかな、わからんけど。はい、ということで、ということでばっかりですけど終わりたいなと思います。ではありがとうございました。セコリ。